石橋道博君の質疑を行います。石橋道博君。はい、えー、立憲民主社民の石橋道博です、えー。総理、今日も。まあ、我が会派の、えー、質疑者。自民党と金の問題について、ええー、さまざま問題、えー、指摘をさせていただきましたけれども。まあ。相変わらず残念極まりない総理丸投げで。全くご自身の責任を。 しっかり果たそうとされていない姿勢、まあ、本当に国民の皆さん、この不信感がますます募るばかりだと言わざるを得ないというふうに思います。えー、国民の皆さんには負担増、納税をお願いしておきながら、自民党議員はまあ裏金と脱税と、まあ、本当に政治不信、総理の責任、どうされるんですかね。あの4ヶ月以上経って えー、この裏金問題、全く事実解明がなされていないという指摘をさせていただきました、これ、もう総理、これ、総理ご自身のリーダーシップの欠如と言わざるを得ないんじゃないでしょうか、<ー>適材適所を云んぬ言いますけど、総理自身が最も不適材不適所じゃないでしょうか、総理、本当に国民に対して責任を果たせるなら、断固たる態度、本当に火の玉になってくださいよ。 全然そういう気配がないのが、今の状況ではないかと言わざるを得ません。総理、改めて徹底的な事実究明されるというのであれば、裏金議員、とりわけ責任にある立場の方々、証人喚問に応じるように、総理、指示してください。いかかがですか北内閣総理大臣あ, <laughs> あの 事実を解明しなければならない、これはご指摘のとおりだと思います。そして、この捜査権のない中で、この事実の解明に向けて、努力を続けてきました。そして、党としても、今週、さらなる事実解明に向けて、聞き取り調査を行ってまいりたいと考えております。その上で、証人刊文ということでありますが、証人刊文については、 今日までの国会での弁明等をこのしっかり踏まえた上で、えー、日程等を踏まえ含めて、えー、国会において判断すべきことであると考えます石橋君捜査権限云々関係ないでしょう総理自民党には調査能力すらないんですか事情能力もないんですか何にもないんですかそういう政党にこの国の舵取り任しておけるんですかそのことが今 問われてるんじゃないですか。先ほど、勝部委員の質疑の中で、まあ、あの、総理、自民党、今更ながら新たな聞き取り調査を行うと。で、えー、まあ、総理も聞き取りする側に入ることを考える。茂木幹事長、これね、国民に皆さんにとっては冗談みたいなもんですよ。疑惑の当事者が調査するんですか。総理だって、岸田派責任者として、岸田派の ま、会計責任者は訴追されています。総理ご自身の政治資金パーティー疑惑まで今指摘をされています。総理も疑惑の側じゃないですか。茂木幹事長も付け替え問題で説明責任が求められています。そういう方々が調査する側に回るんですか。これで事実解明できるんですか。国民の皆さん、到底そんなこと信じませんよ。だから我々は、 第三者による徹底した調査、これをやるべきだと言ってるんですよ、総理、本気でやるなら、第三者機関による調査、第三者機関による調査、これこそ今やるべきではないんですか、総理岸田内閣総理大臣。あの今時までの、まあ自民党のこの実態解明の、まあ、取り組みについても、えー、外部の弁護士への参加等、できるだけ第三者の目をお加える。 こうしかしそれに加えて、この関係者を絞った形での聞き取りをさらに今週行いたいと考えています。そして、この聞き取り側が問題だとおっしゃいましたが、今の自民党のに責任を持つ執行部として、聞き取りを行うということであります。 自民党の責任でで行う聞き取りり調査でありますぜひ実態解明を行うとともに、政治責任をしっかり果たすべく、党としての判断につなげるべく、この聞き取りを活用したいと考えています石橋君あの、国民の皆様、それでは到底納得されないと思います。納得されない調査を、今更さらながらやったふりする、これ、やめた方がいいと思いますよ。 あの今日ニュースが流れました、えー、自民党二階元幹事長が次期選挙に出馬しないということを総理自らに伝えたと報道されています、事実ですか岸田内閣総理大臣。はいあの今日朝、連絡を受けました石橋君総理、二階さんに何とおっしゃったんですか、報道では、これ、二階氏が処分の先手を打ったと。つまり処分を逃れるために まあ自ら不出馬をまあ総理に伝えたのではないかというふうに報道されています。総理、これによって二階氏への処分なくなるんですか。そんなことをお許しになるのですか。これちょっと確認させてください。岸田内閣総理大臣。あの、えー、二階元幹事長からはあの。 まあ次の選挙に不出馬を考えているという連絡を受けました私としては熟路の上のご判断でありましょうから重く受け止めますと申し上げましたそういったやり取りを行っただけでありますこの処分云々の話はこれから党として党の手続きに基づいて 党として判断をしていく、こういったものであると認識をしております西橋君総理、まさかこれで、二階氏の国民に対する説明責任、これ、逃れられるわけではないと、むしろ総理、二階さん、そうおっしゃるのであれば、まず先に国民の皆さんに対する説明責任を果た,しか果たしてからにしてくれと、証人喚問に応じてくれと、国会に出てくれと、そうおっしゃるのが総理、筋じゃないですか。 岸田内閣総理大臣。二回、えー、元幹事長の連絡については、先ほど申し上げたとおりであります、それにつきております。えー、党のまあ判断については、きょう、今週、また党として必要な聞き取り調査を行ってまいります。そのの上で党の手続きに基づいて 等とししてて、えー、処,処分は判断ままいります今の段階では何も決まっておりません石橋君。これね、もうずっと岸田政権下で、多くの、ね、閣僚が不祥事で辞任をされたりしてきました。辞めた途端に誰も説明責任を果たさないんですよ。説明責任を果たした人いませんよ、総理。説明責任を果たす本人がと言いながら、辞めたり、ね、ポジションを辞職さ。 誰も説明責任を果たしていない、これ、二階さんがこれをね、もう次期選挙に出ないと言ったとたんに、処分にも問われない、説明責任も果たされない、このままうやむやにされてしまう、そんなこと、絶対にあってはいけないと思います。総理、重ねて総理の責任において、きちんと説明責任を果たしてほしい、二階さんに言ってください岸田内閣総理大臣、え党としては、党の方針として、 事実の解明に向けけてて努力を続ままいります、えー、そして、えー、処分については、党の手続きに基づいて、党として判断をいたします石橋君あの。国民は見てますので、総理、総理の責任、総理のリーダーシップ、これ、絶対に国民が納得する形を取っていただきたいと。 え、申し上げておきたいと思います。あの、午前中に最後に、牧山議員から、ご自身の就任を祝う会に関する疑惑、まあ、後援会長、岸田総理の、そしてこの祝う会の代表者であった方が、祝う会は実態はないと、明言されています。全部岸田総理の秘書が取り仕切ったのだと。それは間違いないと。そして会計も、岸田総理の事務所がやられて、そして自分は報告を見ただけだと。 いうふうにおっしゃってますこれ完全に全部岸田総理事務所がやったことじゃないですかこれまでの総理の国会答弁全部虚偽だったことになりますが総理違いますか岸田内閣総理大臣ちょっと委員の今のこのえっ、ー、と発言の紹介これは必ずしも的確ではなかったと聞いておりましたその上で先ほど申し上げたように私の認識としてはこの総理を祝う会、えー、これはあの地元の この政財会の皆さんが開催してくれた。純粋な祝賀会であると認識をしているということ。また、私の秘書が講座の解説等について相談を受けて手伝った。会を手伝ったということについては、報告を受けているということ。これも申し上げてきました。しかし、これは主催は任意団体であり、そして私の事務所が。 主催したということはないということについても申し上げてきましたいずれにせよご指摘の発言の趣旨どういった認識で発言したということについては先ほど申し上げたように私自身も確認したいと思っています私の認識は変わらないということを申し上げております残余の質疑は午後に譲ることといたします午後1時に再開することとし休憩いたします ただいから予算委員会を再開いたしますえ令和6年度総予算3案を一括して議題とし休憩前に引き続き岸田内閣の基本姿勢に関する集中審議を行います石橋道博君立憲民主社民の石橋道博です午前中の質疑に続きまして えー、岸田政権の政治姿勢について、えー、質疑を続けていきたいと思いますがあの、通告していた質疑に入ります前に、先ほど速報でニュースが流れました、えー、北朝鮮の金、えー、ム・ヨジョン氏、まあ、これ、北金正恩総書記の妹だということですが、報道によりますと、えー、岸田総理が最近、金正恩総書記に会いたいと伝えてきたと。 明らかにしたという報道が流れております岸田総理、えー、事実関係、ご説明いただけますか。岸田内閣総理大臣。えっと、まず報道、今、ご指摘の報道については、私はまだ承知しておりません。その上で、これは従来から申し上げておりますが、日朝関係、拉致問題等の諸課題を解決するためには、トップの会談が重要であるということで、 私直轄のレベルでの北朝鮮に対するさまざまな働きかけを行ってきている、これは従来から申し上げてきたとおりであります。石橋君 まあこの拉致問題の解決に向けて、総理、この間、累次、ご発言はされておりましたが、具体的にどういったイニシアチブを総理として取られるのか、こういったことはこの予算委員会等でも議論になってきたところであります。まあ、今回、こういう報道がなされましたけれども、引き続きえ国会に対しても、どういった具体的な行動を取られていくのか、時に慎重性が求められる部分でもあると思いますので、しっかりとした説明をしていただくことも含めて、対応をお願いしておきたいと思います。 その上で、午前中は自民党と金の問題を中心に、岸田総理自身に投げかけられた政治資金パーティーにかかる疑惑、疑念の話、これもぜあの説明責任を果たしていただきたいということも追及をさせていただきました。あの重ねて岸田政権がさまざま、国民に対する負担増、これ、一部負担増隠しもあるわけですが、お願いしている中で、 しっかりとした政治に対する責任を回復していかなければ、これ、やっぱり国民の皆さんの信頼、そして納得性は得られないということ、これを我々この予算委員会でずっと総理とやり取りをさせていただいたわけであります。あの前回、3月4日の本委員会での質疑、総理ともやらいろいろ問題提起をさせていただきました。それは残念ながら自民党のの裏裏金政治の裏で 失われた30年、まあ今日もお手元の配布資料には、2、3、4、えー、残念ながらこの30年間で、国民生活は極めて厳しくなってきた、えー、賃金は上がらない、えー、諸外国と比べて本当に成長しない国になってしまった、一方で貧困や格差が広がり、地方の過疎化は止まらない、国際競争力はなんと35位にまで低下、下落をしているという、こういう状況について、これこそが、 自民党が裏金政治を続けてきた、まあ、結果ではないかという問題提起をさせていただいたわけです。えー、そんな中で、やはり改めて、この少子化の進展、えー、これはあの本当に日本の将来にとって、極めて大きな、まあ、問題であるということ、これも前回、総理とやり取りをさせていただいたところでありますけれども、ただ、残念ながら総理の異次元の少子化対策、 今回の新プラン含めて、まあ、専門家、有識者の皆さんからは、全く的外れだという指摘を受けているという、そういう質疑も前回させていただきました。総理、改めて、10年前え、いわゆるアベノミクスの新三本の矢なるものがありました。総理、当時は外務大臣でおられたし、その後政調会長として、このアベノミクス新三本の矢、総理ご自身も 重大な責任をお持ちだというふうに思いますその柱の一つが希望出生率1.8を実現するということでありましたが大失敗に終わったというふうに言わざるを得ないと思います総理なぜ大失敗に終わったのですがその詳細な分析いかなる政策が取られなぜ失敗に終わったのかというのは 今回のプランを策定するにあたって、徹底的にやられたと思いますが、その事実質関係を教えてください岸田内閣総理大臣。まずあの、アベノミクス新三本の矢、えー、希望出,出生率1.8、まあ、これについてご指摘がありましたが、これがまあ大失敗だったというご指摘でありますが、それは私は当たらないと思っています。これはですね、これ、政府において、その間、 これ保育の受け皿整備、あるいは幼児教育、保育の無償化、さまざまな取り組みを進めてきました。それについてさまざまな成果も上がりましたし、またあの、 保育所、待機児童数、これについても、平成29年の2.6万人から昨年は2700人まで減少するなど、これ、成果が上がったということは、これはあの指摘しておかなければなりません。その上で、この出生率について、目的を達成できなかったということでありますが、そこにおいて、このさまざまな要因を分析した上で、 この新しいこの加速化プラン、これを取りまとめたということであります。さまざまなこの経済的な支援、もちろん重要でありますが、それを生かすためにも、社会の意識や構造も変わらなければならない。えー、さらには、さまざまな課題についてえ用意、対策を用意すること、もちろん大事でありますが、切れ目のない対策が重要である。まあ、こういった点を考え鑑みて、 加速化プランを用意したということであります。えー、先ほどご質問の1.8、これを実現しなかったことについて、われわれはそのように感じているところであります石橋君、今の総理の答弁聞いて、理解された国民の皆さんおられるんですかね、そんなこと言ってるから、ね、正しい政策ができないし、そんな調子だから、いつまでたっても失われた何十年が続いちゃうんですよ、総理。 そのことは真摯に反省された方がいいと思う。ね、結局、ね、前回も指摘をされしたけれども、この間、えー、残念ながら未婚率が、まあ、上昇してきたと。結婚したくてもできない若者。えー、結婚しようとしても、まあ、残念ながら躊躇してしまう若者。この未婚率の上昇が大きな要因であって、この間、それに対する対策が実効性ある形で取られてこなかったという指摘に対して、総理、 真摯にそれは失敗認めて向き合った方がいいですよ。だから今回のプランも的外れだという指摘を受けてしまうわけです。総理、その一つの大きな私たちやっぱり要因の一つが、教育、大学の授業料、教育ローンの問題だと思っています。えー、今日資料の6にも改めて、えー、つけておりますけれども、総理、あのこれぜひね、総理に問いたかったのです。 この間、大学に進学する若い世代増えました、大学に行かないとなかなかいい就職ができないという、そういう親御さんたちの思いもあり、子どもたちの希望もあり、大学に行きたい、でも授業料はどんどん上がってくる、田舎の子どもたちは、東京に来るためにたくさんの費用、必要になります、生活費も必要です、それだけの状況の中で、多くの若者が教育ローン、借金を抱えて、 一生懸命大学で学んでででんんいますすししかし借金を抱えて社会に出るんです総理、半数近くの若者が多額の借金を抱えて、何年もにわたって返し続ける、資料にもありますけれども、数千人の若者が奨学金が返せなくなって自己破産をしている、こういう国に未来があると総理、思われますか岸田内閣総理大臣。 えとまず、委員のご指摘で、この若者が未来を考える際に、高等教育が重要であるという点、これはそのとおりであります。えー、そして、高等教育を目指すにあたって、経済的な負担等が大きい、その中でまあ借金を抱えるとおっしゃいましたが、今のさまざまな この制度の活用の中で、結果として借金を抱えておられる方も,がも多い、このことはその通りだと思います。そういった負担をできるだけ軽減するというのも、今回の加速化プランの一つの考え方であります。ぜひ、こうした教育高等教育費における負担軽減、これまでも取り組みは続けてまいりましたが、 加速化プランの中に、えー、明らかにしている令和6年度、そして令和7年度における取り組み、これを具体,化に具体的に進めることは重要であると、われわれも認識をしています石橋君。あの何の答弁にもなってない <laughs> あの、総理、異次元の少子化対策、このことが重要だと言われるなら、まず真っ先に大学まで教育授業料の無償化やりませんか。 そして今、多額の借金を抱えながら一生懸命働いて、その奨学金、奨学ローン、教育ローンを返し続けている、そういう若者に対して、特性例でも出して、借金、これ、帳消しにするような大胆な、それこそ異次元じゃないですか、総理。らない閣総理大臣、えー。高等教育の重要性、先ほどごしあの答弁したとおりであります、えー。その前の答弁で申し上げました。 従来のこの子ども・子育て政策を振り返る中で、重要な点が3点あると申し上げましたが、その中の一つとして、切れ目ない対策、この点を挙げておりました。高等教育、もちろん重要でありますが、そこに至るまでの児童手当をはじめとするさまざまな政策、これを組み合わせて、そしてつないでいくこと、この観点も重要であると思います。高等教育もちろん重要でありますが 他ののの政策とどのようにつなぎ合わせるのか全体像を示すことこそ、えー、子どもたちにとって未来を見通す、予見可能性を高める、大変重要な政策であると考えています石橋君。結局、何の具体的な異次元対策にもなっていないと。総理、あの改めてね、現状を見てくだ、ちゃんと報告を受けてください。今回、私も改めてデータ出していただいて、奨学金、教育ローン、 まあ確かに一方で給付型も増えてきてはいますが、まだそれでもかなりの割合は教育ローンです。しか、しかも、第一種、第二種あるのはご存知のとおりだと思いますが、これ、併用が可能、併給が可能なので、併給している若者が2万5700人もいるんですね。平均の対応総額532万円です。20年平均で返し続けています。これが今の実態なんですよ、総理。 これをこれからも続けるんですか本来今やるべきは、子供たちがどこに住んでいても、どういう家計の状況であっても、自分たちが望む教育を大学に学びたい、大学院で学びたい、そういう子供たちが無償で、分け隔てなく学べる環境を作る。それこそが日本の未来を支えるんじゃないんですかそれを早急に実現すべきですよ。それこそ、異次元の対策。 いや、やると言ってないじゃないですか。さまざまな、さまざまなとずっとおっしゃるけど、全然それが抜本的な対策になってないということ。それは、あの、重ねて指摘しておきたいと思います。このままでは本当に、ますます失われた何十年が増えるだけの結果になりかねません。その上で、えー、今回、支援金、子育て支援金の問題についても、問題追及をさせていただきました。担当大臣にお聞きします。未だに、 この支援金について、1人当たり医療保険者ごとの負担額、出てきません。一体いつ出てくるんですか、もう何ヶ月もお願いをしていて、1人当たりの負担額、もうね、担当大臣自体や人によっては1000円以上の負担になると、ワンコインなんて嘘っぱちだったということは言われてるわけです。早くきちんとこの予算案審議のときに、1人当たり一体本当にいくらの負担になるのか、それを国民に説明すべきだと。 言い続けてきましたが、いまだに出てきません。隠蔽ですかなぜ出さないのですか?。加藤担当大臣。 お答え申し上げます医療保険制度ごとの支援金額、これにつきましてはえ、従来より法案審議に間に合う形でお示しができるように作業を進めてございます。えこれまでも申し上げておりますように、賃金や被保険者数など、さまざまな家庭の置き方について検討する必要があり、精査を進めております石橋君、もう法案審議、入るんでしょ。 一体いつ出てくるんですか、さまざまな、さまざまなって、岸田総理と同じようなさまざまなずっと言うけど、もう何ヶ月たってるんですか、子ども家庭庁ってそんな能力のない省庁なんですか、そんなことないでしょう。民間ではもうとっくに仮置きして予測数値出してるんですよ、民間でできることがなぜ役所にできないんですか、出したくないから出せないとしか考えられません。これ総理あまりに無責任です 国民の皆さんに実質、やはり負担をお願いすることになるにもかかわらず、それを説明しない。あの、昨日ですかね、自民党、御党の稲田朋美幹事長代理、テレビ番組で明確におっしゃっています。総理は実質的な負担は生じないとしているが、負担は増えるので、しっかり説明していく必要があると。政府与党一致、不一致じゃないですか。負担増えるんでしょ加藤大臣。 負担増えるなら、ちゃんと明確に、誰に負担をお願いするのか、言うべきでしょう。う岸田内閣総理大臣え。負担が増えるか増えないか、それをですねえ、単に精神論だけで申し上げるというのでは、これは通用しない、だから社会保、社会保険料の負担率という物差しを使った上で、負担は増えないということを申し上げています。その物なしにおいて 歳出改革によって、その社会保険料のこの負担,の負担を軽減する、その枠内で、この新しい支援金を用意するということでありますので、社会保険料率、負担率において負担は増えない、こうしたこのしっかりとした数字的な目標、メルクマールを用意して、負担は増えないという説明をさせていただいていますこれを実行いたします。 石橋君これね、総理、ごまかしでしょ、最初は額で言ってた、突然率になった、国民負担率は突然途中から出てきた、そういうことをね、ごまかしで言うから、国民の皆さんが理解も深まらないし、ね、一緒に、ね、子育て支援していこうという、ね、そういう応援にもならないわけですよ。こんな不幸なことしちゃだめですよ、政治が。この支援金制度、本当にるるね、問題があ,あります。えー、担当大臣これ支援金 本当にこれ社会保険料として整理をされるのですか、もし社会保険料として整理をされるとなると、これ、本人負担分については、社会保険料控除の対象になるということでよろしいんです、ねえー、鈴木、税金の、まあ、支援金,ので税金いや、社会保険料として整理をするのかって鈴木 どちがじ,じゃあ。はい、わかりました。じゃあ、まず、ええー、加藤担当大臣。加藤担当大臣。 お答えを申し上げます支援金を社会保険料として頂戴するかというご質問、社会保険料控除の対象とするかということにつきましては、これはあの税,税の関係でございますので、財務の方からご答弁をいただければというふうに考えております、はいえー、鈴木財務大臣。あの子ども・子育て、えー、支援金につきましては、今、あの子ども家庭庁で。 えー、検討しているわけでありますがあの、個人が拠出する金額については、所得税および個人住民税の計算上、社会保険料控除として、えー、所得控除の対象となります。そししてて、えー、事業主、えー、つつままり法人が拠出する金額につきましては 法人税の計算上、法定福利費として損金参入され、法人税および法人住民税の課税ベースの減少につながると承知しています石橋君これね、すごく大きな話なんですよ、所得税、そして住民税の減収にもつながる、さらには法人税、法人住民税の減収にもつながるわけです。財務大臣、せっかく答弁いただいたので、今、税収減、減収の見込みを教えてください鈴木財務大臣。 あの一般論になりますけれども、あのいずれの場合も課税ベースを減少させることになるため、国税、地方税の減収につながることになりますが、それがどの程度の規模になるかという点につきましては、支援金自体の制度の細かい内容がまだ固まっていない段階でありまして、現在、把握できている情報だけで試算をすることは困難であります。 石橋君これね、大事な話なんですよ、でも先ほどのとおりで、1人当たりの,よ、ね、その計算もできていない、だからこっちも跳ねて、その計算もできないんですよ、減収になるにもかかわらず、それがいくらになるのか分からないという状況で、これ、そんな、それで支援金の負担、国民にお願いするような、そんな法律の議論をこれからまたやるんですか、担当大臣、おかしいですよね。これ社会保険料控除の対象にする さらには事業主負担分は法定福利費と扱う、これで減収になる、担当大臣、当然担当大臣はそのことを議論の過程の中で主導権を持って議論されたんだと思いますが、それ、中たる負担の対象になる労使の団体には、これまでの議論のプロセスの中できちんと担当大臣、説明されて、ご理解をいただいてきたという理解でよろしいですか加藤担当大臣。 速記、えー、を止めてください。 加藤担当大臣関係団体の皆様方には大臣講話会の中でこれまで意見を聞いてまいりましたまたこれからも関係団体の皆様方からはご相談をさせていただきながら前に進めていく形をとってまいります石橋君大臣それ間違いないですか 僕ら労使団体の皆さんから社会保険料控除の話なんかあの、ちゃんとした説明を受けてなかったという話聞いてますけど、違うんですかね。えー、大臣、これ、プロセスとして、もし説明をされていない、ご理解をいただいてない、だとすれば極めて問題です。労使からも社会保険料でやること自体に対して疑義が挟まれているはずです。にもかかわらず、丁寧な説明をされていないと。 しかも減収につながるようなこんな大事な話をきちんとした議論されてなかったとすれば、これは国民にとっても、これ、説明責任が果たされてないとしか言いようがありません。もう一つ、加藤大臣に聞きます。これ、市町村国保や後期高齢者医療制度の加入者、これ、多くは保険料負担が軽減されているまあ低所得者世帯の方々が相当数おられます。これらの方々には負担軽減措置というのは導入されるんですか。 加藤担当大臣お答え申し上げます、医療保険のルールに準じて行ってまいりますので、負担軽減等の措置を行ってまいります石橋君。はい財務大臣、負担軽減措置を行う、つまりこれ、また手当が必要です。それ、手当はどこに求めるんですか。これ、まさかと思いますが、この負担軽減措置を行うために、多くは現役の憲法組合、教会憲法、 そういう方々にむしろプラスの負担をお願いするようなことになるのではないですか,えか、えー、加藤担当大臣 <laughs>、えー、これまで申し上げてきたように、ね、歳出改革をしっかりと行い、また規定予算の活用を行う中で、そういった負担軽減の措置もの財源も確保してまいります。石橋君 これね、今までそういったことをちゃんと説明されてないので、じゃあ、さらに歳出改革、歳出削減、つまり社会保障費のカットを深掘りするんですかそんなことしたら、ますます、ね、年金も医療も介護も、ね、必要とされる方の負担が増え、そしてサービスはカットされる、そういうことを岸田総理、岸田政権はやるんですかそれをちゃんと説明しないままで、これをなんかね、えー、社会保険料、健康保険料に上乗せをして、 ね、しらーっと皆さんに負担をお願いするようなこと、これやめたほうがいいですよ、きちんとして、国民の理解を、担当大臣、何か言いたそうですから、どうぞ <laughs> 加藤担当大臣。えー、これまでもう支援金制度を行あの構築していくにあたって、えー、歳出改革、これをまずしっかりやっていき、実質的な負担をないようにしていくと申し上げておりました。その歳出改革歳出出改改革革によって 社会保険料の負担軽減も行ってまいりますと、同時に、これ、公費の方も負担が軽減をしてまいりますので、そこから生み出てきたものも合わせ、また規定予算の活用も含めて、全体として3.6兆円の財源を確保してまいります、その中で対応をしてまいりたいと考えております石橋君。いや、今ので分かりやすいっていう自民党さんの声が分からないですね。 歳出カット、さらに深掘りしていけば、必ずしわ寄せはどこかに行きます。そのしわ寄せをきちんと説明する責任があるでしょうと申し上げているんです。もう一つ、これ、今回、極めて複雑な支援金制度を導入するがために、えー、これ、現場の医療保険者に対して、相当の追加の実務を負担をかけすることになります。えー、これ、医療保険者の支援金の徴収納付業務ですね、これ、追加的にかかる必要経費、事務費、人件費、 これ、持ち出しにならないように、必ず補助金で手当てする、それでよろしいですね、担当大臣加藤担当大臣。 支援金制度は関連法案が成立しますと、令和8年度から段階的に導入をされるものであり、その施行に向け必要な経費についても今後、検討を進めてまいります。その際、支援金につきましては、既存の医療保険制度を通じ、医療保険料と合わせて付加徴収するものでありますから、コストについては効率化されるものと考えております。 入ります石橋君結局ね、それも分からないんですよ、今後ね、今、累次いくつこ、これ他にもあるんですけれども、実は追加的に助成が必要だ、補助が必要だ、穴埋めが必要だ、そういうものがね、出てくるんですよ、それに対して、全然資産出さないもんだから、分からないんですね、今の時点で。分からないままに我々こういう議論をして、国民の皆さんに導入をお願いすると、これ、あまりに無責任だというふうに言わざるを得ないと思います。 え実はそのしわ寄せの一端が、我々厚生労働大臣、最後にあの介護の分野に来ていくのではないかという、極めて心配な声があります。最後に一点,一点だけ、本当はもっと聞きたかったのですが、あの今回の訪問介護報酬の引き下げ、これによって、訪問介護事業者が倒れるのではないか、倒産するのではないか、3割以上が赤字なんですよ。で、加算でって言いますけど、加算はあくまで従事者の加算であって、 経営じゃないですよね、これによって絶対に訪問介護事業者が赤字になって、倒産することはない、大臣、約束できますか武見厚生労働大臣。あのご指摘のです、ね、訪問介護事業に関しては、実際に極めてこの介護事業の中では、あの収支差が高いで、その中で小規模な赤字が非常に問題だということをご指摘になっておられるけれども。 実際にこの賃金の引き上げ、その賃金の引き上げが重要な課題になっているときに、その賃金の引き上げに関わる加算をです、ね、極めて大幅に今回、こうした小規模事業者に対して行い、なおかつ小規模事業者はこういう加算措置を、申請を取りづらいということであったので、そ,のとそれを新たにきちんと取れるような、簡略した措置を新たに取ります。 一枚紙で実際に取れるぐらいの形に簡略化させるんです、そしてそれによって、実際にその加算措置を通じて、こうした小規模事業者は人件費を確保して、そしてその経営,経営基盤に関しても間接的に確実に改善されるように、我々は持っていく形を整えようとしているところであります、えー、時間が過ぎました、えー、以上で石橋道弘君の質疑は終了いたします。